はい、どうもこんにちは、横顔です。ということで今回はちょっと皆さんにお伝えしたいニュースが2つありますということで、まず1つ目からもう早速ちょっとね、これはもう取り急ぎお伝えしたいことなんで、もう早速内容の方入っていきたいんですけども、まず1つ目ですね。はい、もう大々的にボンと正面に出てきてるんですけども、全キャラクターが最大 50% オフ、厳選スキンが 30% オフということで、もうちょっとかなりスペシャリティなね、めちゃくちゃ噛んでるんですけども、期間限定オファーということで、まあ、セールが来ましたね。で、このセールのね、注意点がございまして、もう知ってる方はね、はい、もう知っておられるかなというふうに思うんですけども、まあ、ちょっと僕全部の、キャラクターを持ってるんで、ちょっとお店こういうふうになってますっていうことはできないんですけども、はい、実際にですね、ちょっと見せておきますと、スティーブ・ハリントンと、ナンシー・ビーダーですね。こちらのキャラクターとデモゴルゴンです。はい。ストレンジャー・シングスというチャプターで、公開された、実装された、キャラクターたちなんですけども、こちらのキャラクターは 50% ではなくて 30% オフです。はい。で、それに加えて、ストレンジャー・シングスのチャプターが発売されて以降のスキンっていうのは 10% オフですね。これは通常通りになりますので、そこだけしっかり押さえておいてください。一応ね、こういう風に書いてあるんですけども、全キャラクターって書いてあるんですけども、生存者は2人、キラーは1人か。はい、もう一度言っておくと、ナンシー・ビーラーと、スティーブ・ハリントン、それに加えてデモゴルゴンですね。そちらのキャラクターは、まあ、セール対象外、30% オフということになります。もう 30% オフでもね、十分やと思うんですけども、はい、になってますので、なんで全部のキャラクターが、こう何オフなってないんやと、まあ、そういったことにならないようにしっかり押さえておいてください。こちらはね、公式、海外版の公式ツイッターの方で、Q&A が行われてました。はい、ということで、まあ、一つ目のニュースがそのセールが来るよということなんですけど、まあ、それに加えてですね、Steam のオータムセールもやってるみたいで、デッドバイデイライトのゲーム自体がね、50% オフになってますので、興味のある方は、まあ、友達とかに紹介してみて、一緒にやってみてはいかがでしょうかということで、ダウンロードコンテンツもね、まあ、40% オフで、まあ、一部のダウンロードコンテンツみたいなんですけども、はい、そちらも安くなってますので、この機会に皆さん、新キャラクターに挑戦してみては、いかがでしょうか、どうでしょうかということで、次ですね。はい、もうここが言いたくてね、もう全然スキンのこと頭入ってこなかったんですけども、アーカイブ、はい、アーカイブがね、これ調整が入りますよということで、これ前々から難しかったですよね。ミッション難しかった。もう僕はね、このレベル2のね、これトラッパーですよ。これレベル1でもありましたよね。どこ行った、このマーク見たらもう恐怖心がもう蘇るんですけども、はい。で、レベル3もありますよ。レベル3、5回です。はい。ということで、まあ何が言いたいかと言いますと、ちょっと難易度がね、高すぎるんじゃないかと、プレイヤーの方からね、たくさんこう、あれがあったみたいで、運営さんの方がちょっと調整しますよとね、今日の朝ですね。はい。11月29日の、朝9時頃かな。はい。公式 Twitter の方で発表されまして、後日詳細が発表ということで、明日かな、11月30日におそらく詳細が上がると思います。はい。で、現在ね、これミッションを受けることは可能なんですけども、まあそこまでね、焦ってやらずに、まあ何もこの2とか終わっててね、何もやることなくても3やってるわっていう方はいいと思うんですけども、やっちゃった後の補填っていうのはですね、はい、詳しく書いてなかったです。まあ、やり損の可能性があるので、まあ、ここはね、そう焦らずにね、しっかり待ってからやっても十分間に合うと思いますのでね、はい、待つこと、情報出てからでいいんじゃないかなというふうに思います。多分ね、ここほんましんどいなと思ってね、迷ってる方たくさんいらっしゃると思うのでね、しっかりとちょっとここだけね、押さえておいて、はい、修正が入りみたいなんでね、はい、その情報を待ってから、やってもいいんじゃないかなということで、ちょっとこれ取り急ぎね、お伝えしたかったので動画にしてみました。まあ軽く最後にちょっと今修正前の内容見ときますか。まあこのトラッパーの5回捕まえる、これもなかなか厳しくてね、まあ引っかかってくれさえすればいいんですけど、まあ5回引っかかるんで結構しんどいんですよね。うん、
あと個人的にねちょっときついなと思ったのが、この回数多いのはほんまにしんどいんですけども、僕これ嫌ですね。オブセッション7回何としても殺害する、これ7試合しないといけないんでしょ最低でも。これがしんどいですね。はい。あとは、あとまあきつい言うたら、なかなかこれもきついかな。まあ1回のマッチで、生存者の状態4回分完全回復でしょう。これはなかなかきついんじゃないかな。まあ一応5万 BP もらえるということで、まあそれ相応の、BP はもらえてるんですけども、ちょっと難易度がね、まあ、ちょっと高すぎるんじゃないかなということで、ちょっとお言葉をお借りすると、フラストレーションがちょっと溜まってしまうのかなというふうに思いますね。はい。ということで、ちょっと笑ってしまいそうになったんですけども、今回の動画は、ハッピーなニュースですね。一つ目が、セール。セールが来ますよと。もう一回、ちょっと最後、もう一回だけ念押ししときますね。ストレンジャーシングスの、チャプターで登場した、キャラクターっていうのは 50% オフではなくて 30% オフです。そしてストレンジャーシングス以前のスキンは割引ですけども、それ以降のやつは、割引対象ではございません。そこはしっかり押さえておいてください。そして、アーカイブの、調整が入りますので、現在は11月29日なんですけども、明日ですね11月30日になったらまた詳細が発表されるので、そこまで焦ってやらなくてもいいんじゃないかということで、ちょっとここだけ押さえておいてください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が、少しでも役に立ったと、思っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。